久しぶりにパック開封配信をしている最中のこと、ちょっと素敵なおもちゃを発見してしまいました。ほう、グレモリー氏、草の人に目をつけられる。デッキより墓地枚数が多ければ、ネクロマンス消費なしでネクロマンスを発動し、さらに消費するはずだったネクロマンスの数値と同じだけ、自分の PP を回復するというちょっとローテでは使いにくそうなカード。パッと思いつくのは、アンリミでデスタイラント2連打とかかな。とはいえ、デッキ枚数が墓地より少ないって相当掘らないといけないよな。その要件を満たすために、新レジェンドをもう1枚採用した。新機械名フネクロを今回ご紹介いたします。紹介独占カード紹介。どこここそんなものはない。いいね。本編プレリリースで購入上限が撤廃された結果、プレリリースから全力でデッキを作れるようになりましたね。カード生成できないから、バカみたいな金額必要だけどな。久しぶりにシャドーバースに10万円もぶち込みました。東京は現在コロナ影響で食材買い占めとか起きてるせいで、しばらく塩結び生活に陥った草の人チャンネルです。アホやだな。さて、今回のデッキのコンセプトを軽くご紹介。機械中心に組み上げた、冥府神ハデスデッキ。デスがリアニメイト12のカードが軒並みローテ落ちした結果、ハデスをリアニメイトして運用するということはできなくなりました。普通に墓地を30枚貯めるしかなくなったと。まあリアニメイトしても30貯めることに違いはないんですけども。で、今回目をつけたのがこちら、グレモリー。デッキ枚数より墓地枚数が多いとデッキから直接召喚で呼び出され、1ターンに1度ネクロマンスを踏み倒して発動し、消費するはずだったネクロマンス分 PP を回復する。冒頭でも言ったが、これだけ見ればアンリミ用のカードだが、要はグレモリーちゃんがデッキから1枚踏み倒せる PP でうぞうむぞうフォロワーを展開。それをハデスのアクセラレートでドーンと焼き尽くせば、シシルイルイ、冥府への生贄の完成です。式を見る者グレモリー、自分の式を見てしまう。ただしデッキ枚数より墓地を肥やすって結構難しくてですね。そこで墓地を肥やすのは機械カードとコア。デッキを掘っていく作業は、鋼鉄と大地の神を採用。コアは自分のフォロワーが進化時に墓地プラス10枚。鋼鉄と大地の神、略してデッキの神は、融合という新能力を持っており、手札にある機械と自然カードを、このカードに食わせることで、食わせた枚数分デッキから機械自然カードをドローする。さらに機械と自然両方のカテゴリーを食べさせると、引いたカードのコストをマイナス3できるので、コアを0コストで設置したり、軽量フォロワー展開もできるんですよね。やべえ、一気にデッキ枚数も減るし、7ターン目にデッキにカード食わせて、8ターン目には墓地とデッキ枚数が逆転すると、あとはグレモリーがデッキから出てきて、前のターンに展開した雑魚と、コスト踏み倒してカードをドローしつつ盤面を肥やして、ハデスでドーン。だいたい8ターン目には冥府が起動すると、結構ギミックの多いデッキなので解説に時間がかかりましたが、そろそろ試合の盤面を見ていきましょう。お相手は土一致で、終始をされてる感じだな。ハデスが2枚あるので、6ターン目に盤面 AOE としてハデスを使うことにして、コアを結構無理やり置いたのが原因ですね。一応手札には鉄地の神もあるな。ナテラを生成してますが、鉄地の神とフュアルエンジェルが機械と自然両方のカテゴリーを持っているので、ウォーカーしてしまった鉄地に鉄地を共食いさせれば、両カテゴリーの条件は満たせます。ウォーカー対策までバッチリなデッキに視聴者は思わず高評価ボタン。ハデス自体も6ターン目に AOE、7ターン目に鉄地で盤面除去、8ターン目に起動と考えれば2枚程度なら引いてもいいのか。まあどうしても邪魔なら途中で魂の抜き取りで早々してもいいですよ。コア消費するために7ターン目の敵地展開後に進化切りたいので、進化剣を一つキープするのも大事なプレイングです。しかしコアを無理やり置いた結果、ズルズル HP 持っていかれてるな。もうこればっかりは致し方なし。たかしくんだってそうする。ワイだってそうする。コアが2枚引ける保証がない以上、1枚はやっぱり素で打ちたい。前半にどれだけデッキの機械カード掘れるか次第か。それじゃあ俺の手札をベルテアナコンダ。デッキから発動するのは超融合。ちょっと今回は手札事故で枚数が少ないですが、普段だと6枚ぐらい食わせられます。融合召喚、鋼鉄と大地の神。融合で食ったカードは墓地に換算されないのであしからず。さあファンファーレで食った分のバーンを盤面に飛ばして盤面処理。そしてウゾウムゾウと一緒に無事にコアもドローできました。コアのサーチ率を上げるためにも、フロートボードサモナーなんかで、試合の前半にデッキをできる限り圧縮しておきたいよな。え、今デッキをできる限りって言いました。言ったけど言ってねえよ。ここは寒いな。お前の冥府が泥人形になる呪いをかけた。まっさかカーニバル。そんなお祭りは存在しない。だがしかし、次のターンには冥府への道は発動しますよ。この運命は誰にも変えることはできない。コアのドロー、ハデスのドローに左右されるものの、ドロソ自体は相変わらずモリモリが草の人デッキの特徴だし、6ターン目7ターン目の盤面処理も割と強力。そんでいてデッキ込みで見れば墓地とデッキ枚数も無理なく逆転してる。割といけるのかもしれんな。グレモリー機械冥府。結構私も調整に時間かかっちゃって、動画投稿遅れたんですが、正直グレモリーはローテだときついです。っておい、冥府消えたんやが、ああ、さっきの呪いか。
話を続けていいぞ。グレモリーが老化で低いって話ですね。要はネクロマンスをデッキと墓地を逆転させてまで使いたいカードがないんですよね。途中でネクロマンスを使えば墓地枚数が増えないし、ソウルコアを使ってまで莫大な墓地を貯めたい用事がないよな。一方で、冥府神ハデスと組み合わせてみると、グレモリー自身も墓地1枚に換算できて、ソウルコアだけが語りない後押し投資を、8ターン目のグレモリーギミックで、PP 踏み倒しつつ意外と達成できるラインに押し上げられるんですよ。仮にコアがデッキからのコア1枚だとしても、前半にテンポロスしてないわけだから、ブーやら、その他のドロソやらで手札が潤沢にあって、デッキ自体のバリューも上がるし、前半の墓地肥やしも順調になると。今回コア2枚消費したので、若干墓地がオーバーキル状態ですからね。こうしてレジェスケさん出して PP 回復しつつ、次のターンの盤面を残せる、進化メカゴブは、リペア当ててれば残すこともできたんですが、壊してリペアを顔に当てようと考えていました。が、右のタイムリミットが迫ってきたため慌ててしまいプレミ、迫真のデュアルエンジェルさん。まあメイ付けされてなければこのターンでリーサルまでいけましたね。相手の手札が結構枚数あるから、飛び道具どれだけ持っているかだな。この月の印の並べ方はヤバそう。まあ残念でもなければ当然、マギサ。そしてそこから魔女の大玉により2枚ドロー。あー、クラーク引かれたら負ける。レジェスケさん、対象に取られないのが強いのに無事被弾。デュアルエンジェルも一応きっちり取られてしまいましたね。これだけなら次のターンにターンエンドを押せばメイク6点で勝ち。クラークはなさそうだが、果たして、黒魔術師、このアミュレットがある限りリーダーへの5以上のダメージは4になる。おお、これでメイクのダメージをケアしてきましたか。だが残念無念、マギサが生み出したクレイゴーレム君ありがとう。しのぶちゃんのユニオンバーストで相手リーダーに2ダメージ与え、ターン終了のメイクで無事ぴったりサルです。お相手のプチウィッチも強化カード山ほどもらって楽しそうだったな。今回のパックは既存テーマの強化に徹しているので、アンリミテッドもいろいろ楽しいことになりそうだ。まあ多分うちのチャンネルは触りませんがね。圧倒的知識不足、ローテだけでもエアププレミかましまくりだからな。あ、けどアニメ化に合わせて旧ローテ実装してほしいかも。アニメで新しく始める新規勢のために、アニメ範囲のパック全テンポラリーでお願いします。またフェアリーたちがメイフに落ちるのか。伝説の過剰なストレス、乙姫政治、悪用そこまで吐いてミス。ねえ、その頃からずっとシャドバス動画投稿し続けてるのに、そろそろなんかネタカードの1枚ぐらい紹介させてくれてもええんじゃないっすか。もう新カード紹介は諦めろ。じゃあ CV ゆっくり霊夢で、あっちこっちの判件に引っ付けようとするな。実際問題、このゆっくり実況というスタイル自体が、ゲームしかり、立ち絵しかり、ボイスしかり、判件問題パラダイスみたいなもんだから、扱いに困るんだろ。悲しいな。諦めて2戦目いきますか。おそらくお相手はディスカードドラゴン。公式はディスカードとかいうドラゴンの設定忘れたとか言われてましたが、思い出したっぽいですね。まあ相手のデッキも結局アンリミテッドならって感じはあるよな。旧ディスカード分の木並みローテ落ちしてるし、グレモリーほどじゃないですけどね。わかってるならなんでそのカード最初の動画に選んだんだよ。言うてディスカードドラゴンは割と強いんじゃないかと。欲しいところは結構実装されましたし、何よりレジェンドカードが強い。ということで、今回は相手がドラゴンで遅そうなので4人のコア置き、PP ブーストもされてはいるが許容範囲。ハデスも2枚あるので、あとは敵地の神さんを探しに行くだけですね。フロートボードで機械カードを引っ張りつつ、すかさずグールで食べて手札増殖。ソウルコアを引っ張ってしまったのはやや痛いか。なんならグレモリーまで引っ張ってるから地獄ですね。引かなくて今の全部引いた感ある。ここから果たしてリカバリーできるのか。もう開き直ってコア3枚開いてメイクという手段。実際コア1枚までだったら、敵地の神を頑張って引っ張って、コアを敵地に食わせればまだ手札バリュー回復できるんだがな。ここまで手札バリュー低い状態だと、そもそも敵地探しに行くことすら、一応火車がグール引っ張り対応になっているので、そこからドローに繋げることはできますが、妖怪ネクロでもないのに、このターン数で火車置くのはきついか。不幸中の幸い、デッキトップがロマントレジャーハンターだったので、このカードで少しでも手札の入れ替えを行いましょう。ああそうだった、このチャンネルポーカーの呪いがあったんだった。驚くべき弱さだ。いやもうマジでこれどうすんだ。盛大な事故を目の当たりにしている。そろそろ相手が本番の時間だけども、でかいフォロワーを並べず細かく展開してくれないかな。ドラゴンさんには難しいお願いかもしれんな。ふう、なんとかこのターンは許してもらえたらしい。これあれだな、ディスカードドラゴンかと思ったが、ディスカード進化とかいうやつだな。進化ドラゴンとディスカードのハイブリッドですか。次のターンあたりにゴブリンどもがスクラム組んで突撃してくるぞ。ほんとあのカード頭おかしくて好き。よしよし、盤面合わせて綺麗にハデスでリセットかけられますね。進化剣も2つ温存できてるのは強い。1枚はしのぶちゃんだろうが、コアをもう1個使えそうなタイミングで切りたいな。メイクをセットできたので、3回目の進化はメイクでの盤面処理も
ゴミで考えられるので、コアプラス雑魚進化でもいいですよね。さあ相手は QPP だ。もちろんここは、スクラムだー。そして5回進化だー。これにはゼウス様もにっこり。じゃまあここはもう冥府発動させるしかないですね。忍を置いて、コア設置。進化切ってドクロ親父には最後の30枚目の墓地になってもらいましょう。結構ギリギリだったが、7ターン目で冥府までたどり着いたか。相手がドラゴンだったから命拾いした感じはありますね。相手も比較的遅めのデッキなので、まああとは相手がゼウス何枚目にってるかによるが、ディスカード進化ドラゴンということは、結構思ってる以上に手札回してますし、ゼウスさん、2枚ぐらい持ってたりするのかな。まあ進化回数7回だからな。2枚あったらほぼ負けだな。スクラムで5回も漏れてるの本当おかしい。ほい。ということで1枚目、7回効果が発動するが果たして。まっさかカーニバルの失踪なし。リーダー HP も回復されたがこれは美味しい。しかも見てください。冥府2枚目設置でぴったりゼウスも取れる。HP が19以下なら、レジェスケさん進化でゼウス取って、冥府2枚で12点、シノブさんで19点リーサルだったんですが、まあそこは逆に失踪引かれなかった分で総裁だな。どうせ冥府で取れるならここは盤面広く残した方が良さそうか。どうせリーサル取れないならシノブさんで殴る意味もあんまりないですよね。さすがにもう1枚ゼウスあっても HP20 は飛ばないだろうし、これでターン終了。次のターン。HP12 未満なら冥府で確定リーサルだが果たして。上、持ってたか。さっきのゼウスが回復と失踪満点なっち言ってたら負けてたな。ゼウスガチャ怖すぎん。まあ運ゲート早え私の勝ちは勝ち。皆さんもぜひ、バックリリースされたらグレモリー機械冥府で遊んでみてください。いきなりこんなニッチなデッキ作るやつおるんか。ご視聴、ありがとうございました。あれがプリンで得た力。